本日のミュージックディライトは、今日からスタートした小田急ファミリー鉄道展2013のスペシャルステージです。ご紹介しますのは、世界的なキーボーディスト向谷実さんです。毎年大好評の向谷さんによるステージ、今年はサックス、バイオリン、ギター、ベース、ドラムを従えた豪華バンド編成、向谷実とチャージ&バックスの皆さんによる演奏でお楽しみいただきます。さらにソウルフルな歌姫藤岡智香さん、ピナウォークと同じ2002年生まれ、現在小学5年生若干10歳のスーパーキッズドラマー佐藤かなでさんをゲストにお迎えします。鉄道ファンの皆さんはもちろん、音楽ファンの方、そしてご家族皆様でお楽しみいただけるステージです。本日のビナウォークミュージックディライトは、小田急ファミリー鉄道展2013のスペシャルステージをお送りします。この後午後3時より5番館1階ビナステップよりお送りいたします。皆様お誘い合わせの上お楽しみください。素敵な本日のスペシャルゲストですね、ご紹介いたしましょう。佐藤かなでちゃんです。こんにちは。ね、今日もステージ衣装すごい可愛いね。ああやって普通にスティックを持たないで出てたらですね、あのちっちゃなポッポ乗るみたいな話になりがちなんですけど、先ほどリハの時に僕驚いたんですけど、僕は今日誕生日を迎えて考えましたですね、彼女と僕の間はですね6回りちょい違うんですね。9歳ですから彼女は。9×6、654プラス2ですよね、お釣り2ですからね。普通1回り2回りって言うじゃないですか、6回りですよ。皆さん長生きしててよかったですね。そんなことないですか。ということでですね、まだ9歳、もうすぐ10歳になるのかな、かなでちゃん。もうすぐ10歳、はい、もうすぐね、それだけでもすごいんですけどね、さっきリハやって驚いたんですけど、9歳のプレーとは思えない、えらい重いんですよ、リピートが。つくつくたみたいな感じできますので、軽い僕たちは本当に困っておりますけれども、ということで今日はかなでさんのですね、いろいろやりたい曲をリクエストしてくれてですね、まあ私たちにとってもこれややこしい方の曲ですよね、これね、ジャンル的にはですね、まあ、相模大野の中線を通過するロマンスカーみたいな話なんですけども、まあ、そんなようなちょっと懐かしくて間違って信号が開通しないと先に行けないというような、そんなような技がいっぱい入っている曲をですね、今日はかなでちゃんを交えて、ちょっと短いドラムソロも入れながら、それでは盛り上がっていってみたいと思います。メロディーズ with 佐藤かなででお送りいたします。ナンバーはこの曲です、スプリンター
佐藤かなで様でした。ありがとう。ちょっとこれちょっとまずくないこれ。ちょっといやごめん、去年もすごいと思ったけど、すっごい上手くなってるね。引退かなそろそろ。6回り違うんだよね。